がスタートしてきましたので、ゼッケン17番藤原選手がスタートしてきました。愛知県の選手ですね。膝の関節が、バッテリーサポートが、っていうコメントを残してますね。さあ、その前を走るゼッケン18番は柏木選手ですね。東京都の選手です。最近めっくり寒くなってきました。ただいまのタイム、1分43秒2。柏木選手のコメント、最近めっきり寒くなってきました。大学に、受験するので、僕の最後が寒くなってきました。誰か温めてくださいっていうコメントを残してますね。そうですか、大学受験、なるほどね。確かに子供がね、学校受験すると、まあ、大体、大量なお金が出てきますからね。はい、ただいまのタイム1分44秒3。ですね、ゼッケン17番、ただいまのタイム1分48秒7。